松田雄介は、日本の社会起業家、実業家、教育者、Teach ォージ Japan や Learning オール All の創業者。現在は、学部と大学院の海外進学を支援する、クリムゾン・エデュケーション・ジャパンの代表取締役、株式会社クレイジーの取締役、ウォーター・ドラゴン財団の代表、一般社団法人、教師の非普及委員会代表理事を務める。千葉県生まれ、東京育ち。 いじめられていた中学生時代に体育の先生に救われて体育の教員を目指すようになる。体育の教員になるために日本大学に進学。大学を卒業後、都内私立の男子校で体育の教員として着任。その後、教育委員会に食卓の職員として付く。2008年からはハーバード大学の教育大学院に進学し、 在学中に Teach for America の創業者である Wendy c o p と出会う。帰国後は PWC Japan にコンサルタントとして勤務後、2010年に Larning for All、2012年には認定 NPO 法人 Teach for Japan を創業している。2017年7月からは日本財団国際フェローシップ第6期フェローとしてスタンフォード大学経営大学院に進学。 ありがとうございます。